散財系 YouTuber の柳橋優と申します。どうぞよろしくお願いいたします。前回の動画では見事黒と白の呪いにかかっておりましたので、今回は色と色の呪いにかかってやろうということで、カラー×カラーのハッピーアローコーディネート集にしてみたいと思います。ということでスタート。はい、ここからは実況柳橋優衣、解説柳橋優衣がお送りさせていただきます。まず一つ目はピンクパープル×ブラウンのコーディネートです。派手めな印象のピンクパープルはブラウンを合わせてあげることで上品な印象になるかなと思います。でここでですね、フルレングスのパンツを合わせてしまいますとちょっと夏には重くなってしまうので、こんな感じでハーフパンツ合わせをするのがベストかなと思います。お靴は結構前の GU のものですね。何をしているのかちょっとわかんないですけど、多分これ体幹と腹筋鍛えられますね。はい。あ、前髪がちょっとね調子悪いんですね。でバッグはミラーオーウェンのものでございますね。はい、ドヤ顔です。はい、トレンドのハーフパンツなんですが、普通の白い T シャツと合わせてしまうとどうもやぼったくなってしまいますので、こんな感じで色で遊んであげるとシンプルな T シャツとの組み合わせでも大人っぽくかつおしゃれになるかなと思います。続きましてピンクパープル×チャコールグレーの組み合わせです。先ほどのコーディネートのボトムを変えただけなんですが、寒色系のグレーを持ってくることでスタイリッシュな印象に変わるかなと思います。この T シャツ自体はシンプルでカジュアルなアイテムですので、女性らしく着こなしたい場合はこんな感じの少しドレッシーなスカートを合わせてあげるのがおすすめです。ピンクパープルとチャコールグレーは寒色系になりますので、アクセサリーもこんな感じで寒色系仲間のシルバーを合わせてあげるとバランスがいいかなと思います。あ、また前髪がなんか前髪がちょっと今回調子悪くてですね、すごい直してますね。前髪が気になります。はい、続きましてピンクパープル×パープル×キャメルという、なんかもうボンと正月がいっぺんに来て、なんかもうハッピーやろう万歳みたいな、もう上級者万歳みたいな感じの色合わせでございますが、個人的にはですねこれが一番可愛いです。まあもちろんね、ピンクパープルとパープルはいとこみたいな感じで、そこにですねお上品な品のあるキャメルというアイテムを合わせてあげることによって、なんか派手なんだけど、あれちょっとあんた上品じゃないみたいな、そんな感じの印象をね持たせていただけるのがこのキャメルのアイテムでございます。どうですか、可愛いと思うんですよね。あ、なんかすっごいサムネタイムです。はい、ということで続きましてグレー×パープルの組み合わせです。グレーとパープルは寒色系ですので、この寒色系の組み合わせはスタイリッシュで都会的な印象になるかなと思います。この寒色系同士の組み合わせって人によっては顔色が悪く見えてしまったり地味になりすぎてしまう場合がありますので、リップは少し強めの色を入れてあげるのがおすすめです。靴やバッグは華奢で女性らしいアイテムかつ黒で引き締めてあげるのがいいかなと思います。トップスは先日購入した GU のものなんですが、すごく使いやすいのでおすすめです。イエイ。続きましてはグレートーン×カラーアイテムということで、この上下グレーのコーディネートにバッグだけを変えて、こんな感じで色を変えると印象が変わるんだよっていうことをですねご説明させていただきたい所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。グレーはおとなしい印象のお色ですので、あ、自分元気です、黄色です、元気です、元気いっぱい黄色ちゃんです、みたいなお色を合わせてあげるとすごく使いやすくなるかなと思います。バッグは結構昔に買った H&M です。女道をあげてグレーを着こなしたい場合はこちらのチェリーピンクっていうんですかね、私ピンクとパープルの間やらしてもろてます、いい女風の色でございますがおすすめです。少し個性的というかモードな印象でグレーを着たい場合は緑がおすすめです。あ、またなんか急に始めましたね。もしかしたら個性的という言葉を勘違いしてしまったのかもしれないです。動きが個性的ですね。はい、綺麗な Y 字バランスです。続きましてグレー×イエローの組み合わせです。先ほどもこの色の組み合わせはご紹介したんですが、黄色いパンツの上に黒いトップスだと少しコントラストが強くなりすぎてしまいますので、上品に着たいなっていう場合はグレー合わせがおすすめです。はい、スキップスキップ。で小物はですねこんな感じで黒で引き締めてあげるといいかなと思います。どうした、うん、どうした、もういいよ、イエイ。あ、なんか戦ってますね。なんでしょうね。はい、わかんないです。
続きましてイエロー×ベーシックです。定番のジャケットスタイルもボトムを色物にするだけでまた違った印象になりますので、ちょっとなんか定番のスタイル私も飽きちゃったんだよねみたいな方はこんな感じでね、こう黄色いパンツとかを入れてあげるといいかなと思います。小物は黄色の親戚のキャメルブラウン系を入れてあげると黄色ちゃんが寂しがらないかなと思います。T シャツはちょっと前に買ったザラので、ジャケットは去年買ったプラステのものでございますね。これ黒に見えますが一応ダークネイビーという分類でございます。続きましてブラウン×イエローの組み合わせでございます。先ほどもお伝えしましたが、ブラウンと黄色は親戚なので、まあ、言うたらこのコーディネートは親戚の集まりみたいな感じですね。まあもうファミリーなんで、それはもう合わないわけがないです。もう鉄板で可愛いです。はい。で、ちなみにこちらの靴はですね、去年の GU で購入いたしました。トップスはキャミソールということで、上半身の肌の露出面積が少し大きいので、バケットハットなどのカジュアルなアイテムを入れてバランスをとってあげるのがおすすめです。で、こちらのバケットハットは先日購入したものですね。続きまして、ブラウン×ブルーの組み合わせです。で、この組み合わせはですね、私何回もご紹介するぐらい本当にお気に入りでして、ブラウンとブルーは世界を救うんじゃないかなって個人的には思っております。高見え効果とおしゃれ見え効果がすんごいのもこちらの組み合わせですね。で、ブルーが苦手な方もこんな感じでブラウンを合わせてあげれば意外と取り入れやすくなりますので、ぜひ挑戦していただければなと思います。バッグと靴は先ほどから何回も登場しているものですね。で、パンツはザラで購入したものなんですが、サイズは XS でしたね、多分。はい。なんかうなずいてますね。なんか嫌なことでもあったんですかね。すんごい深々とうなずいております。続きまして、ブルー×ブラックの組み合わせです。通常ブルーには白を合わせる方多いと思うんですが、それだと私のような人間にはですね、こう爽やかすぎちゃって、中身と外が全然違うじゃん、嘘大げさ紛らわしいじゃんって言われてしまうので、全体を引き締めてくれて、かつ高見え効果のある黒合わせがおすすめです。はい、やる気はいつもございません。で、このコーディネートもアイテム自体はすごくシンプルでベーシックなものなんですが、色をブルーとブラックにすることで、まあ、先ほども言った通り高見え効果がアップしますので、なんかこうあの人おしゃれだよねみたいな風に見てもらえる最強の組み合わせだなと個人的には思っております。これは埴輪の真似です。すいません、ももさんがマットの上で寝てしまいましたので、少し立ち位置を変えてお送りさせていただきます。続きましてはネイビー×ブルーの組み合わせです。どうしてもね、こうブルーをちょっと爽やかな風味をね添えて着たいんだよっていう方におすすめなのがネイビー合わせでございます。ブルーとネイビーはいとこぐらい結構近い親戚でございますので、こちらもやっぱり合うわけでございます。で、小物はですね、ここでブラックを持ってきてしまうとちょっと重くなりすぎてしまいますし、かといってなんか緑とか黄色とかだとね、こうガチャガチャしてしまいますので、やはりいい子ちゃんなお色キャメルブラウン系を入れてあげるのがベストかなと思います。すごい早く終わらせろよ感が出ておりますが、クレジットを表示させる時間を少々頂戴できればなと思います。ということで、本日も皆様ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。